どうも、こんにちは。かつやです。えー、のぞみ Wi-Fi なんですけども、まあ、2月1日から使い始めて、で、まあ、今2月9日だから、まあ、9日間、まあ、使ってるんですけども、それでたいそうだよね、50ギガぐらいは使ったかな。うん。まあ、あの、50ギガぐらいじゃね、全然、まあ、速度規制もかからずにね、まあ、快適に使えてるんだけども、 じゃあ一体まあ何ギガから速度規制かかるのかなっていう話だよね。そこら辺みんなすごい気になってたと思うんだけども、あの今日ね、あの速度規制かかりましたっていう動画が上がったみたいで、で、早速見に行ったんですよ。あのスマートメディアさんという方の動画なんですけども、こちら、145ギガ使いましたと。で、この状態でスピードテストをした結果こんな感じになりましたと。 もうこれ完全に規制されてるよね。うん。だからまあ、望み Wi-Fi はだいたい1 4 5ギガぐらいで、まあ、速度規制がかかるよっていうことだね。うん。まあでもよかったよね。あの、その、1 4 5ギガで規制がかかりますってもうはっきり分かったから。じゃあこれからはまあ、この1 4 5ギガっていうラインを意識しながら使っていけばいいんだよね。うん。 そうだね。145ギガ。分かりやすく言うとどうしようかな。うん、あの、YouTube Live を1時間やると、ま、だいたい1ギガぐらい容量使うんですよ。ということは、ま、145時間できるってことだよね。あとは何だろうな。あの、そう。動画アップロードするときに、フル HD で、あの、5分ぐらいの動画だとだいたい2ギガぐらいかな。うん。 まあそんな感じで。うんと。まあ。あとは、そうだね。145ギガだったら、なるべく、そうね、あの、フル HD とかで動画を見るんじゃなくて、480p ぐらいに落としてみるともう、まず超えることはないかなっていう。そういうふうに、そう、145ギガから逆算して、 あの、どういうふうに運用していけばいいかなって決めればいいかなと思うんですけども、うん、どうしてもその、例えば 4K 動画みたいな重い動画をアップロードしたいって場合は、あの、セブンイレブンの Wi-Fi とか、まあ、マクドナルドの Wi-Fi とか使ってアップするとか、まあ、いくらでも回避手段はあると思うから、まあ、そういう感じで、これから運用していこうかなと思います。うん。でも本当このスマートメディアさんには感謝ですよね。あの、 ちゃんと人柱になっていただいて、あのね、ちゃんとその、限界ライン145ギガっていうのをね、あの、教えていただいたんでね。うん。ありがとうございます。えー、っと、ということでね、えー、今回は、のぞみ Wi-Fi の、えー、限界値は145ギガだよ、ということを、えーお、お話ししました。はい。一応、スマートメディアさんの、えー、その動画のリンクも貼っておくんで、よければ、 え、見てください。